おハロー、さのまるです。やすくんです。たこくんです。イエーイ、どっかどっかどっかい。今日は何をやるかと言いますと、エボボにドッキリしていきたいと思います。イエーイ、覚悟しやがれ。前回キスマドッキリって覚えてますよね。やっちゃったやつね、俺ら。ドッキリが始まる前にエボボに気づかれてしまったので、今回はリベンジマッチで2人を呼んできました。ついこそは大失敗せんように。ドッキリの内容なんですけど、エボボにはタコくんへのサプライズとして、そのピニャータっていうね、くす玉があるんだけど、そのくす玉の中にお菓子を詰めて割らせようっていう風に言ってあるんですよ。なんですけど、それを撮影の直前でエポポが嫌いなヘビに取り替えて、ヘビをエポポの上にバンって振らせようと思います。よっしゃ。いや、どんなリアクションするかね。ね、発狂するんじゃない。もうさすがにもう仕返しやったるしかないからさ、うん、もう俺も燃えちゃってるわけ。お、確かに初めての初めてのドッキリよ。ドッキリ、それではやっていきー、マッチョピニャータを作っていきたいと思います。イエーイ、作ろう。まず風船に半紙をペタペタ貼っていく感じらしい。おお。なので、やっていこう。第一段階終わりました。今からこれをドライヤーで乾かします。おはようございます。昨日ですね、この出来上がったピニャータにエボボと一緒にお菓子を詰めたんですよ。なんですけど、今回私たちは中身をヘビに変えるということで、こんなものをご用意しました。このね、一番でかい大蛇のようなこれは驚くと思う。で、こっちちょっと可愛いタイプのヘビちゃんたちです。化け物たちが中身取り替えていきたいと思います。どうでしょうか。このゴキブリがその辺にいたんでそいつもね、仲間として。ということで、私たち完成しました。じゃあ今から上に仕掛けてエポポにドッキリしていきたいと思います。どんな反応すると思う。ゲッそれではやっていきマッチョ。ここにヘビが入ったピニャータをぶら下げました。一応エポポが手が届かないところにあります。見えないね。でもね、ジャンプしないと見えない。あ、それいいじゃん。そうしとこう。カモフラージュ完成出たぞ。行きますよ。はい、よくないぞこういうの。可愛いお姉さん2人だよ。だからそれ自分で言うなって。怖い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 。君を待っていたんだよ。また？これさ、このパターンをさ、英語のドッキリっていうのを俺って言ってんねん。今日はなんとやすくんが。おお。いらっしゃいます。やすくん。こんにちは。優しいな。お尻下ろしてください。うわー！やすくんどこやねん。お尻下ろしていただいて。もう出すよ。誰？エポポ？風船ってちょっと慣れちゃってるしな。ということで、うん、あなたにはたくさん喜んでもらいたいと思います。出たよ。ありがとう。まず、うん、一番最初にハイテクな技術を使って、うんうん、ちょっと喜ばせたいと思います。なんだって、そんなんできんのか。頭悪い人の集団やのにおいおいおい、ふざけんな目開けてください。どうぞ。え、何？なんか来てる。やすくん？すごいジェットコースターなんやなこれ。そう、ということで今回は、はい、タコくんを喜ばせよう企画第2弾でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。終わり？いや、違います。まだね、これからまだこれから一本あります。じゃあまず最初に、うん、じゃあ日頃の感謝を込めて、うん、マッサージだと思うんですけど、うん、1人3つずつタコくんのいいところを言って、はい、ちょっと鼻の下伸ばしてもらおう。じゃあまず1つ目、うん、なんかノリツッコミができてすごいオールマイティなところ。おいおい終わり。終わり。最近、うん、髪型が良くなった。おー、確かにそれは良くなった。気遣いができる。ありがとう。おー、マジのやつや。え、第2弾も嬉しいねこれ。お次の
くおもくはですね、素敵な言葉をプレゼントしていきたいと思います。あれなんか似てないかな。設定が書いてあって、例えばなんかツンデレとか、うん、何風みたいな書いてあって、それになりきってタコが喜びそうな言葉をこうささやくっていうものになります。すごい嬉しいな。やすくんからにしようかな。俺から。なるほど。オタク風。おお、オタク、いいやん。これから仲良くしてほしいでござる。ドゥドゥ。何言ってんの。次、ツンデレでーす。あ、言った。すいません。あ、別にあんたのことが好きだからぶつかったわけじゃないんだからね。ほんまに好きじゃないからぶつかったわけじゃない。大衆、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 大衆。妹になりきって、え、お得意なんじゃない。お得意の、いいじゃん。いいの。うん、だって妹だもん。何がいいの。何がいいの。おしまいです。喜びましたか。いや、もう意味わからへん。なんか喜ばせんのか。実はラストに、え、まだあんの。めちゃめちゃいいものをご用意してて、はい、それが、じゃじゃーん、こちら。なんじゃこりゃ。こちらはピニャータっていうもので、中にタコくんの大好きなものが入ってるんですよ。そう、そうなんですよ。これタコイメージした、そう、赤で、これを私たちがここに座るので割ってほしいの。割る。このバットで。え、これ割れるの。粉々に。それじゃあ本日の見物、これのためにフィギュアータです。思いっきり叩いたらええんやな。はい、いくよ、せーの。おー、全然割れない。もっと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 、上口ダメだ。せーの。うわ、あ、落ちた落ちた。もう一回、もう一回、もう一回。ヤスくんにこうやって持っててもらって、タコくんに割ってもらおう。いくで。はい、お、いくよ、もう一丁。うわ、おい、驚いたか貴様。俺はな、知ってたんだよ、ドッキリされることもな。だからな、一生懸命驚いてくれとさなまるに言われてんだ。これも全部お前を驚かすためなんだよ。分かったから。ねえ、そこに置いたいもん、置いて。置かなかった。お前のことブーッからだ。大成功。大成功。やったぜ。いや、まさか大暴走するとは。最初でも風船がね、あの落ちた時ドッ、ね、やばかったね。エポポリドッキリ。そういうこと。リベンジ成功した。やったー、さらばで。やったやったから。やったぜ、やったぜ、マジで。やったこい。なぜ見てろよ。こっちが知ってんだよ、ドッキリされることもな。プラプラブ。はい、ということで今回はエポポにヘビが落ちてくるドッキリやりました。イエーイ。えー、じゃないよ、マジで怖かったもん。いや、ほんまにもうさなまるずっと個人ラインで、次こそやる、次こそやるぞ。そう、朝来た時も、もう私あのドッキリ下手だから大丈夫かな。だから、そう、そうなの、大成功してよかった。そう、いろんなところに気づくから感がいいんですよ、私。次回エポポドッキリ仕返しします。言っちゃって大丈夫かそれ。あれ、覚えときます。はい、ということでこの動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。SNS もやってますのでフォローよろしくね。よろしくお願いします。他にもドッキリの動画たくさん上がってますので、そちらも見てみてください。待てよー。